はい、妖怪ウォッチプニプニやっていきます。はじきですね。で、私は今のところ勝利2個勝利したかな。あ、セシルゲットできる。セシルゲットは、不思議だね。セシルめっちゃ覚えてるよ。セシル竜騎士だよね、きっと。で、序盤はとにかく友達を助ける。なぜならこうやって250とかヒットポイントが低いで、こうやって低いのを倒す、とにかく倒すのがいいですよね。で、元気ドリンクをゲットするには、こうやってお助けで倒すか、お助けで半分削る。あとはこれじゃなくて本気のの方、本気のの方をお助けする。あとは自分の倒したりする。それで元気ドリンク落ちるんですけど、序盤はですね、こうヒットポイント低いので5で助けられるんですよね。だから元気5で倒せるんで、まあ序盤はちょっと自分を進むのはちょっと自重してグッとこらえてですね、もうとにかく手当たり次第お助けをどんどんしていくっていうのがいいと思います。まあちょっと大経験値玉だけどね。で、今んとこハズキではドリンクは1個落ちたかな。あ、証券記事玉がよくできないんだ。で、交換、交換が1、2、3、4、5、5個かな。5個とお助け交換で6で、あと今回はこのチーム戦、これでも落ちますよね。で、7、8、9、10、10枚か。こっちはないかな。10枚か。まあ10枚一応無課金で落ちるみたいなんで、かなり良心的かなと思いますね。10枚いいよね。で、一応これを見ると、横取り、そう。で、横取りは、このたまに本気を出してくる。この本気の時に、少し削るでもいいので、お助けすると元気ドリンク、これが個人的には一番落ちると思います。で、普通の時に半分以上削るとか全部倒すと落ちやすいって一応言ってるんだけど、過去の横取りを見てると、この本気、昔だったら極武士ニャンとか極土の子とか超覚醒ハイザキとかね、この辺の超のやつを手伝ったり、倒したりすると、よく落ちたりします。で、大体、無課金で特攻なしだと自分は大体12発かな、12発で最後のレベル7倒せるので、そこまでに12枚は残して、レベル7に臨みたいなと思ってます。で、それにはこれか、元気ドリンクのね、5ポイント効果だね。12枚残すために、まあメイン赤とサブアカも両方使ってですね、このハジキをクリアしていきたいと思ってます。で、今までも、それで、超覚醒ハイザキの時は特殊ガシャで引けたんですけど、極武士ニャン、これ極生ハゲだけど、極武士ニャンの時はそれでゲットできましたし、この前のどうなんだろう、魔人化メリオダス、魔人化メリオダスの時は特殊なしだったんで、それも無課金で、いけましたんで、本当にね、非常に特殊なしだとすごい大変なんですけど、
最後に必ずこういうバンとか、特攻40回倒してもらえるので、それをね、メインとサブ、これね今回だとバツなんだけど、メインとサブ両方で持って横取りすれば、まあフレンドからのお助けがそんなになくても無課金で今までゲットできましたんで、それでやっていきたいなと思ってますいけるんですよこれ。なので序盤は元気ドリンク集めていきましょう。元気ドリンク12個を余らせるのが目標でやっていきたいと思います。と過去にやったやつの、まあ、リンクとかは載せとくんで、それよかったら参考にしてください。マジンカルヨーダスって本当に特集なしだったんで、はい、あるとね楽でいいよね。はい、これねレベル2のセフィロス来ましたね。そしたらこれやってみましょうか。これはまあ最後自分でとどめを刺すっていうのがいいんだけど、なんか低いとね倒してくれちゃったりするので、とりあえずね自分の一撃は一発入れとくと。で自分の一撃は一発入れといて、そんであとはフレンド自分の後のサブアカたちにやってもらって、でとどめを刺すでもいいし、まあその辺はとどめを刺すのが理想だけどね、まあ、とにかくね関わることが大事なんですよね。この本気のは、本気のってやつは関わることが大事なんで、これで関わって、今じゃちょっと3アカウントこのレベル2討伐に関わらせるので、それで落ちるかドリンクはね、多分3アカウントどれか1個は落ちると思うんですよ。だからこの本気のっていうのが来たら、まあ、全力で関わる序盤は特にしてください。これでもすごいよね、このテテ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 
はい、じゃあ一番弱いサーバーから行こうかな。30ポイントか。ちょっとこれ、その助けよう。こんな適当にやっちゃっていいのかしら、あれなんだけど、とにかくね、本気のを見つけたら序盤を倒して、できたらね、初日はドリンク3個ぐらい落としたいね。まあ2個、大体いつも2個ぐらい落ちるんだよ、初日は。さあ、これでどうでしょう。とどめを刺させていただいて、本気バックス、トバックス。さあ、期待してるぜ。これもいいよね、もらえるご褒美増えたし、画期的なシステムに感謝。あー、落ちなかったか。お勝利するかな。そう、友達が倒してくれるとでもいいんですよ。とにかくね、本気が傾くと、こうやってリンクドリンクが違うアカウントで倒しに行こうとしたら、もう別のフレンドが倒してくれました。あー、やっぱ元気ドリンク落ちますね。なので、なるべくね、序盤はこの本気度に関わりたいという形で、ぜひねやってみてください。ドリンクこうやって落ちるんだね。はい、じゃあ今回はこんなところにします。ね、何回も言ってますけど、一応リンクとか右上に上げておこうかな。一応その過去のね、このガシャで特集ゲットできなくても、本当にこのバッツだけでクリアできますので、最後までね、諦めずに
頑張っていきましょう。はい、じゃあどうもご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。今日はドリンクたくさん落としたい、そういう日です今日は。